こんにちは。えー、相手はまず、えー、右端にクリーバーがいます。えー、対策として、えー、ハートの女王を入れています。左から攻めるんで赤単色です。えー、バーティラさんの、えー、ミニオンとマニックナさんのマナ。これが、えー、レジェンドファミリーボーナスで、えー、ついてるのが怖いなと考えています。 一番奥に回復役のアリエルがいて左は時間稼ぎエニのジューンなので左から攻めていこうとはい行きますフィエンドを貼られる前にハートのジョーにマナを貯めたいなと考えてます連鎖がここ行きましょうかあやった 赤ダイヤを作り。赤ダイヤはもったいないと考えて、ケチ臭いこと考えて、盤面は良い。えー、ここ行きましょうか。さらに良い。エミリーを使って、 クリーバーに対して方辺はフを使いここはあえてえー、横に横に消しましてそれでは雲を貼り付けて。 2でガーネットを使いそれではマリックナさんに対して、えー、クリーバーを倒せることを夢見てマリックナさん狙って、えー、ハートの女王を使いあとなんぼはいでは、えー、今はわざと、えー、クリーバーにマナーを貯めさせて あと2ターン、えー。クリーバーにわざとマナを貯めさせて。一番怖かった、えー。クリーバー倒せてよかったなと、えー。さらにエミリーを使いまして、えー。赤を近づけて。 回復浄化されましたが、えー、これでマリックナさん倒せるかなはい、それでは、えー、今は、えー、入るんですよね。えー、エミリオ使って、クモ使って、マナの溜まっているバーティラさんに対して、 えー、方変ワーフを使いもうめっちゃ便利えー、ではここは青ダイヤを使いましょうか 2> えー、2でブーストをかけて えー、アリエルにマナたまるの嫌ですけど、もう状況かなりいいんで、紫ダイヤ行きましょうか。これで勝ちだなと考えて、赤ダイヤじゃなくて念のためここ行きましょうか。ケチくさい。はい、これで勝ちですね。はい、ありがとうございました。 ちょっとバーティラさんに、ね、粘られた。えー、それでは。はい、ありがとうございました。えー、序盤からこう、ドカドカと消せてよかったですね。はい、ありがとうございました。